感染したのは札幌市で64人、小樽市で11人、胆振管内で10人、函館市で5人などとなっています。病院や福祉施設でクラスターが拡大している旭川市では、先月28日以来、4日ぶりに感染者がゼロとなりました。新たなクラスターが発生しています。札幌市のグループホームのほか、 小樽市ではスナックと介護事業所で集団感染がありました。また、クラスターとなっている函館商業高校でも新たに生徒4人の感染が判明し、この高校の感染者は16人になりました。